のは死語ですけどね。まあそれはね、こっちに置いておくとしてですね、こっちに置いておくとしてですね、こっちに置いておくとしてですね、テレビさん問題はいい加減にして、やるまん。本当ひどいね、お前死ねえ、お前。えこれ昨日のですよね。昨日のですよねじゃねえよ。何を落としてんの。それはこちらに置いとくとして、うん、その前にもう口が回ってねえんだもん。そうですか。もうなんか上滑りしちゃってさ、ねえ、はい、辛いでしょ、やっぱ自分の思ってることをさ的確にスピーディーに伝えられないっていうのはさ、だからもどかしさっていうのは常にあるわけだよ ね、 やっぱね。いつもこう歯がゆい唇と思ってます。そう、歯がゆい唇、そんなこといちいち聞いてねえよ。なんでいちいちそんなフレーズ決めようとするんだよ。だからさ、技術が伴わない人はフレーズ決めようとしちゃいけないの。高橋真理子さんの歌にありましたよね。あったよ、あったよ。だからそれはどうしたんだよ、はい、今なんで高橋真理子 の、 その歌のタイトル言わなきゃいけないの。深い訳があって嫌な思い出がある曲、うん、今日の電話とファックスとメールのテーマです。嫌な思い出があるんだ、それに。歯がゆい唇 ないです、歯がゆい唇は。あ、はい、あ、そうなんだ。あのカラオケで歌う曲です。あ、ないの、それに深い訳があって、あ、訳があって嫌な思い出がある曲ってないの。そういうのありますよ。何、例えば。分だけ笑っちゃってんだよ。言いません言いません。なんだこいつ、役に立たないね本当に。え、例えば、はい、これ例題です。真っ赤な顔してどうしたの。例えば。あ、おかしくねえんだよ。おかしくないですね、うん、例えば。いや結構気温は低いですね、今 6.2 度ですからね。かと風が、かと風が、何かと、かとは出てて今かと風がって言われたって、かとに言ったって困るよ。さあ呼んでみましょう。木曜日の女でございますね、どこ行ってんでしょうか。沼尾ひろこしやー、こんにちは。沼尾さんもある。何がですか。なんかこう、こんな曲を聴くと嫌な思い出が蘇るっていうのが、深いわけがあって嫌な思い出がある曲。で、うん、ないの。そんなにないかもしれません。そんなにって、じゃあ少しある。え、でも曲で嫌なこと思い出すのでしょ。うん、ないないです。ないです。あ、ないの。ないない。あ、そうなの。そんなことよりも、おまたさんのことも笑えなくなっちゃったというか、どうしたの。どうしたの。というか、うん、何深いために聞いてんだよ。昨日、はい、やっちゃったんです。何やっちゃったの。忘れ物。違います。忘れ物じゃない。もうお二人は、あ、もう二人は絶対絶対大丈夫。なんで。今年の、うん、直木賞作家は、うん、あ、ダメ。東野圭吾だよ。そうだそうだ。え、東野圭吾。芥川賞は糸山さんっていう人だよね。糸二つ書く糸。女性ですよね。女性で、うん、早稲田のね、整形でね、はい、俺なんか後輩なんだけどね、はい、あ、じゃあ東野圭吾さんを、はい、なんか唐のなんとかとか読んだとか、はい、当たり。なんだよ。それあの、脅迫のナレーションで読んじゃった。あ、言っちゃったの。当たった。当たっちゃったの。何、遠野物語になっちゃったの。いや、私ね、うん、本当にもう思い込んでたんです。ああ、もうこれは遠野だなっていう思い込みはあるね。疑いもせず。でも遠野さんってもいるもんね、きっとね。遠野栄次郎さんは遠野で。そうでしょう。東野って書いてだからね、大丈夫。まだ私にはなってない。うんうん、なかなかまだにはならないよ。ここまで。その慰められ方は、うん、私元気づけられて、うん、元気になっていいってこと。いいのよ。お前はね、お前の良さがね、うん、いっぱいあるから大丈夫だよ。今日も助けマンだから。え、あ、なんだ。あ、本当に？うん、え、本当？あ、そう。君のそういうとこが好きな人が多いから大丈夫。本当に、うん？そういえば、そっか、じゃあ頑張っちゃおうかな。日曜日には何言ってるか。ちょっと最近喋りがあの平野レミさんがしてきてる。ちょっと平野美さん、その笑い方もね。本当に、いや、うん、とうとうあの来るんです、日曜日に。誰が。平野レミさんが。あのほらあれでしょ、バカな犬がでしょ。バカな犬じゃねえよ。え、何色のレトリバー買うの。ゴールデンゴールデンだから、あれだね、茶色だね。まあゴールデンなんだよね。そうですいいね。名前考えたの。え、考えましたよ。何。パドちゃん。え、パドちゃん。パドちゃん。パドちゃん。パド。なんでパドなの。パドちゃんはパドリングのパドですよ。パドリングってどういう意味だっけ。こぐでしょ。ああ、そうかそうか。なんでこぐの。あ、それは自転車から来てるの。違うの。船ですよ、こぐの。船なの。ああ、そうだよ、お前。あ、オールでこぐの、うん、そう。自転車でこぐのはペダルだから。じゃあそれペダちゃうんですよ。わかった。さあ、今日はね、あ、
恒例のねお助けマン謎なぞインタビューやるから、あでまたあれによってね、はい、インタビューしてほしいんだけど街行く人はね、はい、でインタビューの最中にあのまたチンベル鳴らして、はい、あの謎なぞ出させてもらうから、はい、で沼はインタビューしながら、はい、さりげなく答えてくれればいい、謎謎簡単だよね、簡単というか謎なぞに答える、そうそうそう、それだけのことだから、ね、テーマフリーでいいよ、だから今日なんかペットのことに聞いてもいいしね、何でもいいよ、犬ってことでもいいしさ、あのペットのしつけの話聞いてもいいし、ずっと関係なくやっぱりあのねその耐震偽装のマンションのことでもいいし、今の世の中の話題でもいいしね、あ本当、何でもいいよ、あそフリーフリー、じゃあ一番からインタビュー、大丈夫、よかった。よかった今私えすいません、それではですね、なんかひなのれ見かしちゃったな大丈夫、今沼さんの中ではあのきっとつながってるんだろうけど先生今ですね大丈夫ですかね、今ごめんね佐々木くん、あれ誰に謝ってんだよ佐々木くんですよ、アーネストモーグライン似てる、今佐々木くんにおならをかけてしまったおいおい頼むよ、こんな答えましたよ、なんでさごめん珍しいな、何音あり、音なし、音なしでしょ、いや佐々木くん臭かった、目の前が黄色いですバカやろ、ちょっとあのすいませんこんにちは、あお忙しいところですからどうも失礼いたします、そんな話の後インタビューされる人も大変なんだよねすみません、ちょっと今ちょっと今調子を今まだ臭いんじゃないよ、ちょっとあのパタパタした方がいいわよ、洋服とか、ちょっとパタパタいたしました、そうそう、すみません、おいおい、あのじゃあすみません、どうしましょうか、ちょっとね年配の人でも何でもいいよ、あちょっともう若い人でもいいしさもう何でもいいよ、そうですか、うん、あの男でも女でも、どうも失礼いたします、あのね寒いので皆さんお忙しい方が多いですが、頑張って今聞いてみたいと思います、この後ろから来るお父さん行ってみますか、こちらのお父さん行ってみましょうか、あのこんにちは、はい、ラジオの文化放送と申します、 お寒い中どうもお父さん失礼いたします、はいはい、あのちょっとお話をお伺いしてもよろしいでしょうか、何でしょう、はい、いいね、実はですね今年は干支は何年でしょうか、はい、犬ですね、ピンポン正解です、ね、それは簡単なの、失礼いたしました、ね、あのということで、あの犬あのペットについてちょっとあのお伺いをしてるんですけれども、あのお父さんは何かペットはあのお飼いになったりしてますか、ペットはですね、犬大好きなんですけど、犬は好きなんです、ただ、はい、趣味で今もう定年になってるんですけどね、趣味で外出することが多いもんですから、ちょっとね、それ大変だね、もうあの、はい、動物はちょっと飼えないんですよ、かわいそうになっちゃうもんね、はい、かわいそうでね、あのでも以前はじゃあお飼いになってたことあるんですか、謎なぞだよ、謎なぞあの金魚とかね、69を英語で言うと何でしょう、2、3日開けるとですね、69を英語で言うと何でしょう、大きい声で発音よく言ってくださいね、とてももう今はもうあの全く69を英語で言うと、ああそうですか、でもあのほら何でしたっけ、金魚であのあのあれですね、金魚あの69金魚とかって、いろんなのがありますね、いろんな高価なのものはブーだな、ブーです、69は69だよ、お父さん69金魚取れちゃった、でもほらメダカとか金魚ですよ、でもそんなにほらたまに留守にね、してもね、それはあれですけれどもね、やっぱりね、はい、動物あの魚にしても次行くぞ、特にあの謎謎猫ちゃんとか犬とか、フェラーリとフェラガモの共通するところは何でしょう、ね、フェラーリとフェラガモの共通するところは何でしょう、ですから共通するところ大きい声で叫んでください、私も今あの趣味で撮影でですね、出かけることが多いもんですから、あの撮影っていうと写真ですか、写真です、あら、どんな写真をお撮りになるんですか、まあ、あの風景写真とかですね、特に私の場合はフェラーリとフェラガモの共通、ね、するとイメージ写真っていうんですかね、もっとこう風景でも大きいのじゃなくて、もっと切り取りましてね、ギュッとこうギュッとあのフェラーッと、そうです、ギュッと、ブー、正解はね、イタリアのメーカーだよそれは
スタジオ、そこにはスタジオさ、お父さん、マクロ撮影、花とかね、怒ってんだよ、あ、それはスタジオさんって、マクロ撮影とか、楽しいですよ、そうですか、最近ではどんなところでどんなお花を、怒ってますね、私は引っ掛けましたから、冬場は秋からもう順々に私は騙すね。よしまた行っちゃおうかな。秋だと何だろう。パチンコの四文字の中にあるパチンコの四文字の中にある人間の体のある硬い部分ってなんだ。パチンコの四文字の中にある人間の体のある硬い部分ってなんだ。大きい声ではっきりとね。妙高のね、紅葉とかね。妙高。これは信州です。信州ですね。信州。私ちょっと存じ上げない。森吉さんとどのあたりにある山ですか。白神山地ですね。白神山地。長野県じゃないよ。あっちだ。青森とかね。あっちの方です。パチンコの四文字の中には人間の体の硬い部分な。ですからとても。動物をね家に飼っておくことはできません。白神山地と言いますと、有名なチンコ、世界遺産にも、世界遺産にも、パチンコの四文字の中には人間の体のある硬い部分はね、正解は歯、ね、カタカナでパチンコってなってね、歯は硬いじゃない。なるほど、歯も硬いですよね。布さんが言ってもさいよ、自分で楽しんでおりますから。いや、素晴らしいです。じゃあね、お父さんお伺いしますよ。今年はどんなところに行ってみたいですか。1個10個100個1000個1000個の次の数字なんだ、危険だ。まず1個10個200個1000個1000個の次の数字はなんだ。やめた方がいい。これやめた方がいいな。これやめた方がいいな。これもうなんか沼怖いもの字だったから。裏番台と言いますと、お父さんちょっとお待ちくださいませ。スタジオさん、何このそのこちらのお話を、私が言っていいんですか。いやいや、ちょっとね、お前が今頭の中あるものを言うと多分放送禁止用語になりそうだから、ごまかしながらちょっと言うとどんな感じ。裏磐梯というと有名な湖の、ま、はい、そうですね。そうですね。ブーブーブー、1001個だよ。あ、場所は1個10個100個1000個の次の数字は1001個だよ。スタジオさん、意外にしてほしいんですけど、素晴らしいお話を、でも、ね、お父さん、正解でした聞いてるところで、あまりにも不正解が多いんで、最後に相手の陣をさすってあげてくれ。私も趣味のことをすごく応援したいと思ってますので、不正解多かったから、最後に相手の陣を。ありがとうございました。お寒い中、風邪ひかないで頑張ってください。何だったんでしょう、ご質問は、今日は。ご趣味のことをお伺いいたしました。相手の陣をね、さすってあげてね。そうです。だったらいくらでも喋りますよ。じゃあ、またお話をお伺いさせてください。そして元気で頑張ってください。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。大変ですね、寒いとこ。いや、もうそう言っていただけると。いつも撮影で外を歩いてますから、寒いのは平気なんです。今、チンさせようとしてるの？お父さん、じゃあ握手してお別れしましょう。握手して、どうもじゃあお父さん。じゃあ、ついでに、いろいろもし触ってほしいところがあれば、チンって言ったらね、ボクシング用語で、あいつのアゴのことなんだよ、アゴ、アゴ。元気やっております。そうですか、じゃあお父さん、触らせて。あ、じゃあ、チンチンも頑張って。大サービスですね。大サービス。どうも。どんな。頑張って。失礼いたします。テレビさんが顎って教えてあげたのに。言ってんのに。チンチンさすったの？え？だからチンって顎だろ？なんでボクシングで。ボクシングで。なんで？ね、テレビさん。ね、私ももういい加減にしてほしい。だけど大体気が付きそうじゃん、全部そういうふうにさ来てんだからさ、これはもう違うだろうなと思うだろ普通さ。え、最後何、お父さん喜んでた？もう大喜び、大喜び、いいことしたじゃない。誰に似た感じぐらいの、いくつぐらいの人？お父さんはですね、いくつぐらいでしょう、でも60絡みだろ、70ぐらい、70ぐらいの、70前ぐらい、前ぐらいの、前ぐらいでですね、誰エビス
ベリーさんに似てる人なんだ。あと分かった。あと昔のあの、うん、今福アナウンサー、あ、今福アナウンサー懐かしいね。というかあの NHK のね、というような感じ。とってもとってももうほがらかな笑顔の。最後沼尾が何こうさすった瞬間は喜んでんの、やっぱ大喜び。大喜びじゃあ、まあ、また来週ね。それじゃあね、あの東野圭吾さんだからね、直樹はね。それじゃあね、さよなら。